カムロ署の谷村さんですね。どうして私に連絡を？あんたと取引がしたい。取引？実は今、西島康子を俺が預かっている。警察にはまだ報告していない。あくまで俺が身柄を拘束している状態だ。なるほど。あんたが西島康子を使って柴田組の連中を殺すよう命じていたことは分かっている。もちろん25年前の事件のこともな。あんたはまだ西島康子が必要なはずだ。違うか？それで私にどうしろと？俺は25年前の事件を追っている。事件を担当した谷村という刑事が死んだ理由、それが知りたい。もしかして息子さんですか？あの刑事さんの。あんたが取引に応じてくれれば西島康子の身柄は渡す。どうだ、25年前の真相を俺に教えてくれないか？条件があります。条件？私としても刑事さんであるあなたに迂闊なことは話せない。それに電話ではあなたが西島康子の身柄を拘束しているという確認もできない。あなたが西島康子とつながっているという証拠を見せてください。わかった。1億持っていこう。それでどうだ？1億？ああ、あんたが康子さんに要求した1億だ。その金が今俺の手元にある。安子さんが用意したものだ。取引の際その金を持っていく。俺に会うのはその金を確認してからで構わない。それでどうだ？1億ですか。1階の刑事さんがダミーとして集められる金額じゃない。いいでしょう。お会いしましょう。明日でどうだ？構いません。場所は？カムロ町ミレニアムタワーの前で17時。どうやら頭のいい方のようだ。一番人通りの多い場所と時間。公衆の面前なら襲われる危険も少ない。いいでしょう。5時、ミレニアムタワー前。先に使いの者に1億を確認させます。それでもいいですか？構わない。では明日。何？